広い空に何を感じ、雨も憂鬱となる。イメージできない、誰も知らない皆さん、こんばんは。貧乏中年 TV のこたつです。今夜も一人で心霊スポットに行く時間がやってまいりました。今夜行くところはですね、愛知県にあります六角堂と旧伊勢神随堂というところで、一つ目の六角堂では女性のすすり泣く声が聞こえたり、男性が覗き込んだ心霊写真が撮れるというふうに言われている場所です。そして二つ目の伊勢神随堂、こちらはね、テレビでも放送されたことが何回もあるぐらい有名な場所で、子供の霊や女性の霊が見えるといった報告が数多く上がっている場所です。今回もね、かなり有名な心霊スポットに向かわせていただきますので、噂されているような霊であったり現象っていうのをカメラに収めていきたいと思います。はい、今六角堂の近くまでやってきました。この場所はね、ここに書いてある通り前田公園と言われる場所になるんですけど、なんとこの公園ね、調べた情報によると前田さんという個人が全部作り上げた公園らしいんですよ。で、ここのちょっとどこにあるかわからないんだけど、どこかにある六角堂、そこが一番の激ヤバスポットとは言われてるんですけど、それ以外にもね、この公園ではヤバいと言われている場所がありまして、公園内全体に観音様の像がたくさんあるらしいんですけど、その像の一体の首がなくなってるらしいんですよ。で、そこでも黒い人影がうごめいてるのが目撃されたり、心霊写真も撮れるって言われてますので、まずはね、その首がない観音様を探してから六角堂に向かっていきたいと思います。それではお邪魔します。わあ、なんかすごい階段がいきなり出てきたけど、周りもね、なんかね、こんな感じで灯籠があったり銅像があったり石碑があったりして、何のために作られたのか本当によくわからない公園なんですけど、とりあえずなんか上がっていくと全体を見渡せると思うので、ちょっとこの階段をまずは上がっていきますか。周りは本当に真っ暗、街灯もないし、なんか人がいる気配もない。この場所ね、夜になると誰も近づかないみたいな風に聞いてましたけど、この暗さはさすがに誰も来ないよね。危ないし、なんか石碑とか仏像とかあるとめちゃめちゃこう雰囲気があるし、本当になんか何かがいてもおかしくないような、そんな場所だね。ただ今のところ観音様、そういった銅像は見つかってないんですよね。なんかここから横にも行けそうだけど、なんか書いてあるね。石仏巡り東コースっていうことは、こっち側に行けば仏様、観音様もいらっしゃるんですかね。ちょっとこっち側行ってみますか。うわ、暗っ。これ大丈夫？しかも渡れるよな。何の音？ライトがないから人ではないと思うけど、とりあえず行ってみますか。今歩いてきたけど、なんかね、ここに看板があるんですけど、東郷平八郎元帥像跡、まあ、こういう感じで看板はあって、この石柱みたいなのもあるんだけど、上の像はね、まあ、ここにも書かれてある通り、戦争中に足りない金属を補うためにこれも使われたみたいで、もうちょっと銅像がなくなっちゃってますね。で、周りはね、もうずっと森、まあ、どれだけ広いかわからないけど、単純に迷子になったりとか、まあね、足を踏み外したりしたら山の崖とかから落ちちゃったりとか。あ、なんかあっこにもあるね。ああ、これは仏様とかそういう系じゃない？なんか普通の人っぽくないけど、なんか書いてあったりするのかな。アマト、読み方がわからないけど、下の方には観音って書いてあるね。じゃあこれは観音様の一つなのか。近くにも他にあったりすんのかな。ちょっととりあえずここの道を上がっていきますか。今とりあえず上がってきて、でっかい灯籠のとこまで来たんだけど、お、この階段って一番初めに見たやつか。うわ、長いからそうっぽいね。じゃあいつの間にか一番上まで上がってきたみたいですね。で、この看板はなんだ？将軍塚。どういうこと？お墓？え、こんなんがあるんだったら、ここもやばいんじゃないの？この先にどの将軍様かわからんけど、それのお墓があるってこと？とりあえず人は周りにはいなさそう。何があるんだこの先に。ああ、なんかでっかい塔があって、うわあ、すごいな。15メーターぐらいは高さありそうだけど、ここに奉納って書いてあるから、なんかちょっと待って、あれだね、お墓っぽくなってるし、なんかお供え物もされてるんだけど、ちょっと誰のお墓とかの名前はないけど、あそこにある家紋とかでわかるのかな。前田さんってなんか戦国武将はいたと思うけど、その関係なのかわからんけど、ちょっとやっぱりお墓の前に来るとなんかいらっしゃるような気はするよね。ちょっと1枚写真失礼しますか。では夜遅くにすいません、1枚失礼します。とりあえず写真に何かおかしいところはなさそう。で、他にはまあもう周りはね、森ぐらいしかなくて、石碑とかも特にないよな。どこにあるんだろう。首がない観音様、まあ、今のところ観音様もね1体しか見つけてないので、もうちょっと違う場所に固まってたりするのかな。あ、こっちもなんか書いてあるな。石仏巡り西コース。ちょっと次は西のこっちに入っていってみますか。今西コースの方を回ってきてるんですけど、まあ、そもそもね、この公園でなんで幽霊が見えるのかとか、心霊写真が撮れるのかっていう風に、まあ、皆さんちょっと疑問に思われると思うんですけど、この場所ね、どうやら多くの自殺が行われている場所らしくて、この森の中であったり、まあ、後ほど向かう場所であったり、こう暗い森の中で仏様もいらっしゃるってなると、まあ、なんか報われるような気がして、ここで命を絶つっていう気も、まあ、ちょっとは分かる気がするかもしれないね。お、びっくりした。仏像、暗い山道で急に現れるとめちゃめちゃ怖いわ。しかもなんかこの仏様すごい苦しそうな顔してない？気のせいかな。なんか笑ってるような苦しそうな、見る人によって違うとか。こんなんがこの先に何体もいらっしゃるんであれば相当怖いぞここ。まあ、とりあえず首のない観音様、まあ、それがどこかにあるはずなので、ちょっと周りをね注意しながら進んでいきたいと思います。また前に仏様か観音様がいらっしゃるね。ただあれも首はある。で前には灯籠、あそこにも仏様があるのかな。なんか今までとちょっと違うけど、この人も仏様でも首はあるね。もうなんか本当にすごいわ、鳥肌立つわ。また前にも灯籠がある。すごいな。こっちにも灯籠がある。なんかずーっとトリフィールドが反応してるから、この道がなんかやばそうな気がするんだけど、とりあえず一個一個見ていきますか。まずは手前のこの左側。ちょっと待って、あれ首なくない？ないように見えるんだけど、やっぱりこれ首ないよね。何これ、他に落ちてないよな。トリフィールドがちょっと反応してますけど、ちょっと失礼しますね。なんかでもスパッてこう割れたっていうよりも壊された、壊れた、なんかそんな感じの断面になってるけど、とりあえず僕が探してた一つ目の首のない観音様、これだと思うので、ここで黒いうごめく影、ちょっと待ってね。何の音？影に変化は今んとこないと思うけど、とりあえず噂の検証のために写真を1枚失礼しますか。では写真を失礼します。とりあえず写真は問題なさそう。その黒いうごめ影っていうのが何が原因なんだろう。横にあるこの大きな木とか首吊りとかがあって、近くに霊がいらっしゃるならわかるんだけど、見た感じそういった縄の跡とかもなさそうだよね。とりあえず探してた観音様を見つけて写真も撮ったので、本命の六角堂に移動しますか。はい、今六角堂の近くまで移動してきまして、このね鳥居の先に六角堂があるらしいんだけど、何なんだろうね。個人で作ってるのに鳥居があったり、鳥居って神社のものなのに仏様観音様がいらっしゃったり、全くよくわからんわ。この先のあの建物、あれが六角堂じゃない？ここがこの公園内で一番やばいと言われている場所。今回はねこの場所でまずは30分間待機をしていきたいと思います。はい、今カメラを設置しました。今時刻がね22時54分なので、まあ、23時24分までここには滞在したいと思います。でこの公園、まあ、いろんなところでね首吊りであったりっていう自殺が起きてるって話したじゃないですか。じゃあなぜこの場所が一番やばいって言われてるのかっていうと、この後ろにある六角堂、ここね今はもう立ち入り禁止っていう風になっていて入れなくなってるんですけど、昔は誰でも入れたらしいんですよ。でその中に入ると仏様があって、その部屋の真ん中に地下へ降りる階段があるらしくて、そこに降りていくとそこにもまた祭壇みたいなものがあって、もともと雰囲気のある場所だったらしいんですけど、なんとその場所で首吊り自殺があったらしいんですよ。なのでそれ以来このお堂に向けて写真を撮ると心霊写真が撮れたり、また中からね女性のうめき声が聞こえてくるみたいな風に今なんか「うー」って言わなかったな。ちょっと待って、ちょっと静かにして。気のせいか、なんか聞こえる気がするけど、ちょっと遠いよね。もうちょっと近づけますか。今だいぶ前まで近づけてきたんですけど、なんか誰かが話してるような声がさっき聞こえたんだけど、まあ、ちょっと待機しながらまた聞こえるかどうかっていうのを引き続き調査してみたいと思います。でその間にね、ここでは心霊写真が撮れるっていうふうに言われてますので、まあ、チェキを撮っていきたいと思います。ではチェキを1枚失礼します。じゃあこれで何か写ってるかわからないですけど、出てくるのを待ちながら待機をしたいと思います。ちょっと今ね、まあ、気になって調べてみたんですけど、まあ、心霊とはちょっと関係ないかもしれないけど、この前田っていう名前に聞き覚えがあったので、前田で戦国武将を調べてみると、前田利家っていう方の家紋とこの門についてる家紋が一緒だったので、まあ、その前田家の子孫の人が、まあ、この公園を作られたのかもしれない。でも僕が見回った中には前田利家の像とかかったけど、何の音？とりあえずドリフィールドは反応してないから多分大丈夫だと思うけど、なんかすごい近くで足音がするんですよね。でも今のところまだ周りでしか音は鳴ってないので、この閉じられた建物の中から音が鳴ったりしたら、まあそれはそういうことなのかなっていう、まあ、今のところ一番初めに聞こえたうめき声みたいなのはまだ聞こえてないね。まあ、引き続きとりあえず待機してみますか。まあ、今とりあえずチェキが出来上がったんだけど、噂されているような覗き込む男性の霊とか、まあ、そういったのは映ってなさそうですね。ちょっと今のところあれから何か変わったことが起きたりはしてないので、まあ、この建物の周りも見回ってみますか。じゃあちょっと周りを一周してみたいと思います。まあ、見た感じ扉はこの前の一つだけしかないと思うけど、ああ、なんか通気口みたいなのがあるね。ここはちょっと待ってね。この建物の真ん中の下ってことはこれ中覗けるんじゃない？え、人は子供だったら入れるかなぐらいの大きさしかないけど、うわ、クモの巣とかもすごいね。うわ、見えそう。では失礼します。うわ、何これ、なんか祠みたいなんがあるけど、あ、これが階段か。ちょっと遠くて見えんけど人とかはいなさそうだよね。うん、大丈夫そう多分ね。で、後ろ側は特に何かあったりしなく、あ、またここも通気口がある。まあ、ここはさっきと同じ場所に通じてると思うので、うん、でもなんか変わったものが落ちてたりとか、何か気になるものがあったりとかは特にはなさそうかな。まあ、周りをね見回ってきた感じだと、まさか中を覗けるとは思わなかったけど、中にはなんか祠みたいなのがあって、修行をするため、それともあれはお墓とかなのか、ちょっとよく分からんけど、まあそこの中で自殺をされたって考えるとちょっと気味は悪いよね。ただもうね、時間もね、ここに滞在してから、30分以上は経ってますので、ここでの検証は終了して次の旧伊勢神隧道へ向かいたいと思います。はい、今旧伊勢神隧道の方に移動してきました。もうなんかね、道がまず狭い、周りは森に囲まれてる感じだし、雰囲気は確かにあるね。で、今前に光っているあのトンネル、あそこが目的の場所なので、とりあえず前まで行ってみますか。今トンネルの前まで移動してきました。ここはね、なんと作られたのが明治時代、1890年代と100年以上も前のトンネルらしいんですよ。その割にはでも作りがしっかりしてて、だからなのかちょっと作りは今まで見たことがないね。で、トンネルの中はね、最近明かりをつけられたらしいんだけど、なんか声みたいなのしなかった？うーみたいな。え、これ反響？あ、すごいな、これ。僕の声がもうそのまま帰ってくる。誰かいますか？人がいるわけではないけど、ちょっとこれは不気味ではあるね。今回はね、言われている幽霊が見えるのかっていうのをここで調査していきたいと思います。では中も調査していきますか。壁はね、レンガブロックみたいなのが綺麗に積み重ねられてはいるんだけど、やっぱり100年以上も前のトンネルっていうことだけあって、かなり雰囲気はあるよね。なんか古びてるので不気味な感じを漂わせてるというか、こんなとこでね、女性の霊であったり子供の霊を見かけるっていうことなので、時間帯にもよりますけど、少なくとも今僕が来ているこんな時間帯には誰もいないと思います。なんかね、手がかりとか気になるものがないかっていうのを見ながら向こう側まで歩いていきたいと思います。ちなみにここで幽霊が見られるって言われている理由として、この旧伊勢神トンネル、作られる時にどうやらね、かなり難航したらしくて、その関係で人柱、科学的にね解明できないような理由で悪いことが起こったりした時に神様に頼むって意味で生きてる人をね生贄として捧げるために、このトンネルの中壁とかに埋め込んだっていう話があるんですよ。それだけでも幽霊がいてもおかしくないとは思うんですけど、その他にもねここの近くで殺人事件の遺体遺棄された現場があるらしくて、その亡くなった方の霊がここに成仏できずにいるんではないかっていうようなことも言われてます。とりあえず何が原因かは分からないけど、幽霊がよく目撃されてるっていうことなんで、まずはトリフィールドをつけてみたいと思います。値的には今のところ反応はしてなさそうだね。特にね落書きとかっていうのは今はなくて、昔はかなりあったらしいんですけど、このライトを設置される時に全て消されたみたいなことも聞いてますので、そういったのは残ってないかもしれないですね。ただこんだけね立派なトンネルなんですけど、下はねアスファルトみたいに舗装されてなくて、もう砂利道で、これも初めて見たね。なんだ今の音、水音とかではない、なんか激しい音が鳴ったけど、なんだトリフィールドもなんか反応してるけど、で奥の方に出口はね見えてはいるんですけど、思ったよりこれ長そうだな。とりあえず向こうまで進んでいきたいと思います。あれからずっと歩いてきてますけど、やっぱりね壁とかに落書きは今のところ一切見てないですね。で道路の幅的にはねここはまだちょっと広いんですけど、狭いとこだと本当に車1台がギリギリ通れるような、それぐらいの幅しかなくて、これ途中でもし対向車とかすれ違おうとしたらどうしてたんだろう。特に事故があったみたいな話は聞いてはないですけど、120年以上も前からあるトンネルなので、1件ぐらい事故が起きててもおかしくないんじゃないかとは思うんですけど、もしかしたらねそういった事故があればですけど、そこで亡くなった方、その方が成仏できずにここにいらっしゃるっていう可能性もあるのかもしれないね。はい、今逆側までやってきました。でこっち側はねまだこの電信柱とかに落書きの跡、そういったのが残ってて、もともとは相当落書きがあったんじゃないかなって思わせるものが残ってたりはするけど、今のところ幽霊がいそうだなっていう感じはしないですね。とりあえず元来た道を戻っていきたいと思います。はい、今戻ってきました。奥まで見に行ったんですけど、特に何かあるとかっていうわけではなく、幽霊とかの目撃もしなかったんですけど、ここで言われている内容として、何回もこのトンネルを行き来すると、その途中で今までいなかった人に会うみたいな、そんなことが言われてますので、ちょっと今回はねそれを検証してみたいと思います。ちなみに今時刻が0時19分なので、ここではね残りの30分、0時49分まで滞在したいと思います。僕がねここを行き来する間、ここで何か映ったり何か聞こえたりするかもしれないので、こちら側には豆柴くんを待機させたいと思います。とりあえず結構長いトンネルなので、サクサク往復をしていきますか。なんか僕が喋った声と同じ。あ大丈夫だよね。まあ何回往復したら幽霊が見えるようになるのかとか、ちょっと待って、なんか今前の方で影がさささって動かなかった。まあ何回往復したら幽霊が見えるようになるのかとか、ちょっと待って、ちょうどこの辺で黒い影がある。こうなんかトンネルのこの円を描くような感じで動き回ったんだけど、やっぱりいないよね、コウモリ。ちょっとここで一枚写真撮ってみますか。では、もしいらっしゃいましたら入ってください。写真には特にはなんか写ってるとかはなさそうなんだけど、なんもないよな。とりあえず往復続けてみるか。これで1回目。ちょっと待って、何？誰もいないよ。何話してんの？ちょっとよくわからんけど、2回目行ってみますか。どんどんなんか出やすくやっぱりなるのかな。なんかさっき反応してなかったトリフィールドがずっと反応してる。この2回目でなんか見えたりすんのか。まあとりあえず進んできてるんだけど、なんだろうね、1回目と比べて後ろからなんかがねつけてきてるみたいな、そんな感覚、なんか背後に人がいるようなそんな感覚がちょっとするんだけど、なんか今声聞こえんかったか？反響？あ、いや違う、僕の声じゃないわ。なんか違う声が入った気がするけど、大丈夫かな、このまま続けていって。とりあえず往復したいと思います。とりあえずこれで2回目。なんかさっきの2回目と比べればちょっとね、後ろから人がつけてくるみたいな足音が聞こえたり、幽霊が見えないまでも何かいるんじゃないかっていう感じはすごいですね。まあ、一番初めにねトンネル内調査したのと合わせると、まあ、計3往復したので、まあ、かなりね幽霊が出る条件は整ってきたんじゃないかと思うので、まあ、ここでスピリットボックスも試していきたいと思います。こんばんは。僕の近くに誰かいらっしゃいませんか？この入り口の方から後ろをつけてきてたように思うんですよ。もし誰かいらっしゃいましたら何か反応いただけませんか？これ女性の方をよく見かけるということなんですけど、その方がいらっしゃいましたら反応いただけませんか？どっち？今のこっち？そうか、あーっていう声がある。もう一度反応いただけませんか？スピリットボックスには反応はいただけないみたいですね。まあね、もう時間的にね、0時54分とここでもう30分以上経ちましたんで、検証終了して車に戻りたいと思います。はい、今戻ってきました。今回行かせていただいた六角堂と旧伊勢神随堂、恐怖レベルを5段階評価で表すと 1.5 こたつでした。今回の場所ね、1軒目の六角堂があった前田公園っていうところは夜に行くとかなり雰囲気があって怖い場所ではあったんですけど、そこまでね大きな現象が起きなかったのと、2軒目の旧伊勢神随堂に関してはライトもね照らされててかなり明るいことから少し怖さは半減していて、幽霊が見えるとかっていうこともなかったので、トータルして今回は 1.5 こたつとさせていただきます。今後も新たな心霊スポットであったり、こういった検証をしてほしいみたいな情報がございましたら検証していきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今なんかって言わなかった？って言わなかった？Just do it.